さっき言った佐藤健君のさ、あの、プレーメン行ったのもさ、やっぱり J リーグ経由しないっていう、前言ってた、J リーグだとね、C 契約からだから、それだったら最初から海外行った方が代理人も儲かるし、みたいな、本人もいいし、みたいな。そっちの方がだって、若くして行った方が代表への道もね、開けるし、今の代表監督がレベル高いクラブでプレーするのを求めてるっていう、それはもう指針として出してるらしいんで、だって代表チームの選手がほとんど海外組でさ、そこで活躍するとさ、 ね呼ばれるっていうのが、それはもう代表監督が表明してて、J2 から呼ばないとか、もうワールドカップ終わった後とそういう風にしてるじゃん。っていう風になるとね、自分が能力ある選手で J で、しかも戦術とかあんまないチームがほとんどだからさ、ってなると先輩に気使いながら、そこのパワーバランス見ながらとかやるより、向こうでね、結果で黙らしたら上行けるみたいなさ、みんな海外から来てるしみたいな、そうなっちゃうよね。結局、海外移籍、高校から一発でとか、大学から一発でっていうのが、 なかった時代の形だから、今もう時代変わったからルール変えなきゃいけない。トリーグもそうなんですけども、ネットとかなかった時代作ってるルールだから、YouTube とかでね、まあ、配信してそういう風にクラブが大きくなってるからそういう風に変えなきゃいけないっていう。あとは誰が変えるかって話になります。吉田麻也選手がね、C 契約なくした方がいいみたいな。で、俺、え、どういうことって思ってたら、あの、元の動画見たんですよ。そしたら、J リーグってその、最初は絶対 C 契約みたいな。それなんでかっていうと、金あるクラブからないクラブまで言っちゃえば、 いい若手選手がいて、あるクラブが1億出せます。あるクラブが100万円しか出せません。ってなったら、もう100万しか出せないクラブってずっと強くなれないじゃん、みたいな。だからそこは公平に最初は C 契約しましょう、みたいなことなんだけど、ここに海外クラブとかが入ってくる時代になってくるから、結局 J リーグがその契約の上限みたいな決めてると強奪されるんだよね。だからちゃんとそこを日本の司法を日本で守れるような状況にしなきゃねっていう話だったんだよね。そうで、その、 ちゃんとそこの最低基準の年俸みたいなのを設定してそこに入れない人はプロじゃないするみたいな。で、これがこっから先話さなきゃいけないけど難しいのが、それを満たせるクラブって何クラブあるんだってなると、 それ満たせなかった時点で J リーグのクラブってほとんど赤字だから、クラブ自体殴られるんですよね。その基準作ったら。ってなと J、まあ、今チーム数多いとか言われるけど、いきなりさ、え、20チーム3カテゴリーぐらいあるのかなもうごめんね、ちゃんと調べてないけど、これがさ、全部で15チームしか残りませんでしたってなったら J1 しかないリーグとかになるから。そう、だからそうなってくると、じゃあサッカー界にお金を作んなきゃいけない。じゃあそれどうするってなるとやっぱスポーツベッティングになるんだよ。サッカー界にお金が入ってきてたら、そう、その、どのチームも選手に、 最低年俸を提示したりとか、その選手にね、ちゃんとプロ契約でお金を払えるっていう、みんな J リーグ行ったらみんなお金もらってると思うけど、実際はプロ契約してる選手しかお金もらえてなくて、他の人はその J リーグがの、そのクラブが運営してるスクールで働いたりしてるからね。そうだから、まあ、あの中ではそこまで時間ないから話してないだろうけど、そう吉田麻也選手が言ってることは、すごくその通りなんだけど、それやるためにはクリアしなきゃいけない問題がめっちゃ多いんだよね。そうでね、もともとさ、あの、向こうのね、 あのー、例えば、川口さんがドイツ行った時とかだったな、だからそういう地域にクラブ根付かせてホームダウン制っていうのをして、それによってスポーツと地域振興を絡めてなんかこう国をスポーツで発展させるっていう、そこのテーマがあるじゃんなんだけど、向こうと違って日本ってさ、人口多くて土地がないから、そんな中でスタジアム作ってで、それを運営するってなるとさ、土日の日曜しか使えないスタジアムでめちゃくちゃ維持費かかるってなって、そこでコンサートとかのイベントはできないじゃん。普通ならホールとかちっちゃいとこ使うから。 地方で何万規模のコンサートなんて何回も行われたりしないからさ。ってなると、スタジアム持ってるっていうのがさ、すごいお金かかったりとかするから、スタジアム持てない状況で、あの、毎回何千人は入れてないと J リーグのライセンスもらえませんとかになると、そりゃ今の時代厳しくなるんだよね。人口も減少してるし。で、サッカー人気自体が落ちてるのね。内側の人から聞いた話だと、YouTube のアナリティクス見たら、もう、あの、若い人の J リーグ見てる 数っっっててていうのがめちゃくちゃゃくんだって40歳から上が基本のファンになってる、まあ、それはもしかしたら YouTube の中だけかもしれないけど、でもそれでも若者が基本的に多いメディアの中でサッカーっていう若者が見るべきスポーツ、見るべきというか、見て普通のスポーツがそんだけなってるから。ってなってくるとね、そんな中でスタジアムのその、えー、このこ入場の基準とかさ、そういうのを作ってるせいで厳しくなんから例えば 重要な試合とかでスタジアム使えるなは使うけど、基本はネット配信でもいいですよ、みたいなで。それでさ、赤字が出ないことがまず大事だから、クラブが。スタジアムで年間何億の赤字出てます。それのせいで選手たちに給料払えません。それでプロ選手減ってます。より一層業界盛り下がりますだったら、スタジアムにお金は使えないけど、 それをネット配信していろんなサポーターが見てて、そのネット配信を例えばペーパービューでお金もらってますとかそういう話にできて、じゃあこのチームはスタジアムでの観客の収入は少ないけど、オンラインでの視聴でお金が入ってるからみたいな。だから収益としていくら出てたら OK とかにしたらいいと思ってね。収益として黒字経営がで,あのできてるんだったらプラスとか。だから今時代に合わせて変えなきゃいけないルールがたくさん出てきてるんだけど、それをね、変えるのってすごいしんどい。で、これ何がしんどいかっていうと、 変えようとする人を変えさせない勢力があったりする。まあ、それは日本のライセンスもそうだし、あの、普通にビジネスがそうじゃん。こめっちゃ固い話になってるけど、実際これ重要なところだから話すと、あの、ホンダさんがさ、ツイートしたじゃん。日本の企業がさ、あの、時価総額が、総額っていうか、時価がすごい下がってる。昔はさ、 高度経済成長期めちゃくちゃ日本の企業いっぱいあったのに今全然ないみたいな。これなんでかっていう方が俺気になって調べたの。そしたらいろいろ複数理由あるんだけど、あの、例えばアメリカの企業めっちゃ多いのね、あれ入ってるので。それなんでかっていうと、あの、向こうって結果出せるんだったらバンバンルール変えるじゃん。で、中の人も年功序列よりも結果出すやつが偉い。そうじゃないやつは偉くないでバンバン切るじゃん。だってネットフリックスとかさ、 あのその、えー、担当の人っていうかなんか決めるでしょでお金渡すでしょで結果出なかったらそれがもうバーンクビになって次の人来るだけみたいなだからそういうなんかそこの身内でずっとやるとかダラダラがないんだよねだからそれによる冷たさみたいなのはあるんだけど日本はそれが続くことによって新陳代謝生まれないし この形の方が今の時代いいっすよっていうのを上の人が反抗さないみたいな。で、これが、じゃあ今日本どうなってるかっていうと、日本って企業家めっちゃ多いんだって。これもう繋がるんだよ。あの、大企業ってさ、そのまま時価がさ、上がんなかったりとか、そのまま衰退してって、えー、アメリカとかの企業が、この、 新陳代謝が起きてそのままでかくなっていくみたいな。な日本の場合はこの企業の中で新陳代謝が起きないから、結果出てった人が起業して別のなんかこう革命起きるみたいな。で、これがサッカー界だと、まあライセンス的な話もさっきしたけど、その別の新しいクラブ作るってもすぐには参入できないし。で、それをじゃあ今いるクラブが赤字出ないようにとか、お金もっと入ってくるようにとか、スポーツベッティングのやつでもさ、 こういうのをもうね、取り入れましょうって言ってもさ、あのね、あの、経済産業省がやろうとしてるけど、農林水産省が競馬やっててとか、そう、トトが文部科学省だけやっててみたいなで、ここの調整も必要だし、競馬会とか、 けばえー、とパチンコ会とか他のギャンブル会との調整も必要だしそう鍋つねがうんって言わないって説もあるしみたいな。ってなるとこれも一緒でこっちの方が儲かるシステムだしこれやんないと日本の,あの,そのスポーツに回ってくるお金が少なくなるんだけど上が OK って言わないからこれできないけどこれ全部そのさっき言った時価が高い企業が日本の企業でどんどんなくなってるのと一緒なんだよね。だってみんなもすごい野心あってさアイディアあってさめっちゃいいアイディアでこれ何もリスクないし。 リターンあるからやりましょうって言っても上の人がいや今のままでいいじゃんって言ったらさもうその企業いないでしょ新しいとこ行くでしょ、うん、っていうのがね起きちゃうからでこれじゃあ日本ダメなのかっていうと大体日本はこういう時スクラップビルドのスクラップが無理やり起きるその高度経済成長期みたいな戦争でバーンなった後の復興みたいなので言ったりするけど今の日本にスクラップって起きないじゃん破壊と創造スクラップビルドの,そうそうあの直訳ではないからちょっと意味は微妙にずれるけどそうだからまあ こういうふうに,に、サッカーにお金入ってこないシステムがあるし、そのシステムを変えにくい人間性が、人間性、文化が日本にはあるから、ね、僕らのトリーグだってそうですからねあの。動画使うリスクっていうのはないし、なんだったらそうトリーグ参加してるってことは、基本的には J10 なわけだから、4部なんか。J1 になるためにこう物語なわけじゃんで。最初からスタジアムなんて持てるわけないから、今の時代だとネットでお客さん増やして、 で、それで地域貢献もして、その二つプラスして、おっきな力になって、スタジアムが作られたりとか、ファンが多くなって、とか、あるわけじゃくて、で 徐々にそういうふうに登っていけばいいんだけど、一番最初の、最初からスタジアムを持てるチームなんてないのに、最初から練習場を持てるチームなんてないのに、そこを変えてはくれないのよ。そうで、それがなんで変えないかみたいなのもお話はできないかってなると、俺らは参加させてもらってる立場だから、分かりましたって言って、3分しか映像出せない,いな、うんだ。こういうのがあるから、だから、うん、そうだから、吉田麻也選手が言うみたいに、うん、サッカー選手たちがね、そういうふうにしっかりあの地位が上がって、 ちゃんとご飯食べれて、お金稼げて、親がサッカー選手にさせたいっていうような国にしたいんだけど、そうできないね、気候と文化があるから、だからその一個がね、もうお金が儲かったら人は動くからね、そうしていきたいよね、みたいな、ちょっと。 め、なんか、あれ、真面目な話になりましたけど、だから、からまあ、元の話戻すと、今の話聞いたらやっぱめっちゃお金大事ってなるでしょ <laughs> うわ、綺麗事じゃなくお金大事っていうか、サッカーでご飯食べて親を楽させるって、これ綺麗事じゃん。で、このためには、じゃご飯食べれるお金必要、スポーツベッティング、じゃあギャンブルみたいな。え、これ北の話だよ。でも、これスポーツベッティングもオンラインでちゃんと管理したら、あの、矢場を今普通に、例えば裏でサッカートバックみたいにやってる人は、あれできちゃうけど、あの、そういうのを、あの、コンピューターで管理したら、 もしも、わけわかんない、このお金のかけられ方、異常にかけられたらアラートなってとかで調べられてとかあるんですよ。で、こういうのわかんない人は、今、チャット欄でもね、スポーツベッティングは八百長の恩賞になるとか言うけど、八百長があ今もあるかもしんないけど、そういうのを減らすシステムなんかもスポーツベッティングができるし、ギャンブル依存症みたいなのも、 現金でバンバンかけるより、クレジットカード登録させて何万までしか使えないとかできたりするからね。そうだ結局、綺麗な世界作るためにはお金をきちんと分かってなきゃいけないんだけど、お金きちんと分からせると、人は兵隊にならないから、そういう教育されてないんだよね。そうだから、うん、最初はもういろいろごちゃごちゃ言うとあれだから、とにかく、 うん、競馬もお金かけてなかったら見ない人ほとんどなように、うん、サッカーはそれない状態で今見てる人いるから、じゃサッカーに興味ない人がスポーツベイティングが入ってきて盛り上がってくれてね、その収益がね選手たちに入ったり、コーチに入ったりしてサッカー界盛り上がるのが一番いいしね、それでお金儲けられたらね、もしかしたらヴェルディがお金払えてたらバスケス・バイロンはいなくなってないかもしれないですからね。今この話聞いて それでもお金でバスケットを取ってったのはムカつくとかバスケスがおかしいっていう人は、いや、ベルディもお金稼いで、つかみ、その、薬金払わせ、払わなきゃ出ていけないみたいにしてたら変わったかもしれないから。あとここでするべきことは、うん、やっぱそういうふうに、なんかこう、日本、日本を変えるみたいな話、そっちの方にパワーを一緒に使っていきたいですねっていう話ですね。みたいな感じかな、ちょっと、なんかちゃんとした回になっちゃいましたね。ちんちんおっぱい <laughs>。